ラジオですので今日もやっていくんですけど、今日はね、コンデキをやっていこうか、こっちですね、コンデキをやっていこうかなと思います。なんですけど、コンデキはね、ラバですね、ラバ。今、グラチャレでね、使用率、なんちゃ、勝率でね、勝率と使用率が、勝率が1のデッキです。なんで、そうですね、ドラドラと、ゴブリンケージって見た人はね、びっくりすると思うんですよ。ゴブリンケージ。で、前にケンツも動画上げてたような気がする。うん。けど、大体、グラチャレの勝率のデッキって、その環境が変わって、1週間ぐらいしたら、やっとそうなんだろう。新環境で強いデッキが、こうやって上に来るって感じなんですよね。だからこのデッキは本当環境変わって1日か2日ぐらいですぐにバーンってきたんで、そんなんだろう、本当にバランスが取れてて強いデッキですね。そのやっぱりあのラバってその縦付け墓石が多かったんですけど、その縦付けと墓石って結構役割が似てて、そのプリンスを止めれるとか、あの工場系を止めれるとか、そう逆にそのダックプリとかに弱いとか、結構ね特徴が似ちゃってたんですけど、今回そのゴブ折りになったことによって、なんかね、いろいろ、そのなんだろう、特徴がちょっと違う、なんだろう、陸系が増えたんで、で、しかも建物なんでね、工場とか、ジャイとか、ゴレムを釣れる。っていう感じで、結構ね、このデッキのバランスが非常にいいですね。そう。で、使ってみてるんですけど、全然そのなんだろう、穴がないっていうか、本当に隙がないデッキになってます。って感じで、いきたいと思います。でーい。そう。ポンスの、会社にもね、結構その、クララをね、やってくれてる人が、ね、結構いるんですけど、そういう人とかにも結構勧めて、このデッキ強いね、だったりしてるんですよね。だから結構、そうなんだろう、俺とかプロじゃなくても、そのなんか強さを実感できるぐらいの、あの強いデッキになってます。一番忘れた。アイスピザップ。アイスピザッププリンス。天候とかな。そう、これ。プリンスがね、受けれるんだよ。こうやって人にポンと置いていけば。よいしょ。これで、はい、おいしいおいしいと。プリンス切った後は、あ、これ、ラバー合わせられますね。で、合わせ、ここに出してジャイなんで、インドラで美容とかしてから、ベビジャラとかつけて、タラバーつけて、もう、パーティーですね。はい。あ、やばい、これ先行する。なるほどね。オッケーよ。これで裏に飛ばして、こっちにね、ザップカポイズン、あ、ザップカファイブオーガー、はいはいはい。はいはいはい、いいよ。これで、相手の今の手札が、アイスピザップ、アイスピ使ったか。ザップ、はいはいはい、ザップ使った。そう、縦付けは使いたくないんですよね。プリンス受けなんで。それで、この受けさえも、マスケかな、マスケ回ってるかな、もう。多分回ってるはず。ISP、 はい、 いいよ。これエリアド取ってるんでバシバシラバーだし、多分4ぐらいエリアド取ってると思うんですよね。なんでジャイ来て、はいはい、これ多分3アドぐらいだったかな。あ、でもこっちあれだ、全然だわ。待て待て待て、やらかした、圧倒的にやらかした。これもったいねえ、やらかした。ドーサイドに置いとけばよかった、もったいねー。せっかく。いいよ。これでまあ折れる。11交換かな。もったいねーなー、マジで今の。せっかくバランスのいいデッキ作ってるのに、俺がバランス崩してしまった。とりあえずごぼりっすね。で、マスケータイスピなんで、インドラが無限に生きるんですよね。無限インドラ。エレキとかリセット系がいないんで。ここら辺でなんか来た時用に、このアイスピとかね、マスケのタゲを吸う、で、時間稼ぎのベビドラ出して、大体5じゃないんでね、ザップと、ザップしか、ザップとアイスピしかリセットがない。って感じでラバ出して、もう一回建物を置いて、インドラ出して、はい。多分、アイスピとか来るね、こっちに。はい。OK。こいつを処理し、竹取ってからだな。これ釣れやな、マジで。釣れことは嘘。
りあえずここで処理して、もう一回ゴブリを置いて、はい。あ、これ、こんないか。あー、いいんじゃないですか。これいけますね。これ、なんか引き分け集がすごいな、ちょっと。マスケ来い。来ねえな。マスケがだるいんでね。これダメだな、マジで引き分けくせ。いや、それは美味しいのでは。ゴールを出して、ケツインドラをして、はい。アイスピとメガゴがあるんで、そのタイミングでアイスピ、ただそのメガゴを当ててからアイスピだと思うんですよね。このタイミングぐらいかな、アイスピが来る。ここね、ザップか。OK、タテスケ温存してある。OK。まずいね。オッケー。いいゴブリンケージだ。残れ、ちょっと残れ。オッケー。オッケー。これで陸1枚引き出せるので、はい。そしてポイズン。あと1分か。折り切れるかな。攻めすぎると死ぬからな、絶対。アイスピ使った。高めでいくか。リップ使った。これ、あれ受けないんじゃないか、普通に。これちょっとやばいな。よっ。いい防衛。いや、うまいね、俺。OK。これでポイズンで終わりっすね。あぶねー。まあまあまあ。まあまあ。押し付けなさいよと。まあまあまあ。こんな感じですね。とりあえずちょっと1戦目からクソ熱な試合繰り広げてしまったんですけど、相手がそこそこ上手かった気がするんだよな、普通に。はい。どんどんいきます。てってれてれてれてんてんてん。やべえ、めっちゃ鼻かゆい。もう無限に鼻かゆい、俺。鼻がかゆい人生。とりあえず、初手は、ちょっと待っていいっすね。ちょっと待っていいんすけど、なんだろう、めっちゃ鼻かゆい。うん、つまりそういうことですね。とりあえず、ちょっと待っていいんすけど、よいしょ。なんだろう、結構デッキの中身が、タルババとか、タテスケ、ディガーとか、細かいし、先に出せるユニットは結構あるんですよね。そう。なんで、割と、なんだろう。動ける。結構、待つのは苦手な人でも使える大型って感じですね。大型基本ガンマチが強いんで、ガンマチが多いんですけど、これ、エレキ来た瞬間に。あー、エレキ潰そうと思ったのにな、ナホリ。この橋渡ってなかった。まあ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 。これそう、結構うざいと思うけどな、このインドラがやってくれると思う。俺エレキと、いやー、だる。オッケー。まあそれなら美味しいかなって気は若干する。走るな。走るな。おいえい、こえい。俺エレキがいるんで、エレキとメガオキがいないので、ベビー出して、タルババ、これ K じゃなくて、攻撃につながるベビーを出したいですね。でタルババだけで受けて、はい。で、ここで、多分、そうですね、ジャイ。なるほど。ベビーでジャイを受け、からのやつかな。これはもう相手エリないんで、穴掘り出してポイズンで飛ばしていきます。このパピーとベビドラでやってくれるんで、結構ジャイを飛ばしてくれるんでね。で、穴掘りがタゲ取ってるんで、パピーとベビドラがザップ打たれても死なないですよね。これがでかい。なんで、この穴掘りをね、飛ばすことによって、逆にいいみたいなとこありますね。とりあえずこうっすね。こういう感じで、ちょっとアド取ったら、
この範囲で縛いていき、でこんくらいのダメージはちょっと許容してもいいかなと思いますね。あ、これあれだ、来ねえんかい、エレキ出そうぜ。なるほどね、そういう感じね。メガーが来るな、オッケーオッケー。これ弾けたパピーが潰してくれてる、でこっちが今ちょっとフリーになってるんで、これあれなんですよ、エレキもなくてなんで結構だるいはず。あれ入るんじゃないか普通に。ファイボー、やだね、出したくないね、あそこでファイボーは。いいよ、とりあえずごぼうり置いて安牌安牌でいけば、一回守ってそれで鹿島につければ、これはポイズいってますね。これ陸、オッケーオッケー、よいしょ、陸なしゲーミング、はい。なんでジャイしか引かない俺なんかなんで俺そんな、俺今日グラチャルとか普通にやっててジャイ一回も引いてないレベルだろうに、なんかめっちゃ、まあ、いいんすけどね、美味しいから。ジャイはなんかおやつまではいかなくても、まあ、相性はちょっといいと思うんで、普通に若干のおやつぐらいですね。めっちゃおやつではないです。ダクプリ多いですね。親指で見えなくなるんですよね、親指プレイヤーあるある。まあ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 、まあ、アナフリカ迷ったけど、エレキファイボー、また違うな。でも待てよ、ファイボーってことは鼻めっちゃかきまして、やべ、抑えるぐらいかゆい。これ無視してケツインドでいいですね。ケツインドして、結構5打ってから3が5なんで、多分今4か3か5ぐらいアド取ってるんですよね。なんでこれ全然いっちゃいます。マジペッカの、そうだね、でも待って、3が5、もう違ったわ、テンプレとかそういうあれじゃなかった。 OK OK 勝った、これは勝ったと思う。これはもう全然許容できますね。で、こっちが折れるんで、こっちインドラが死なないようにしてあげたい。ただベビダン殴って。あー、死んじゃった。これもうキング折れてたな、今。いや、これはいいや、許す。で、ここで来るのが、ダックプリかな。ワンチャンついてダックプリ。なんで、よいしょ、いいよ。いいよ、これやばいな。ダックプリカ U のが次来たら受けがいないんで、これを何かダックプリカ U ので受けて、多分それをカウンターしてくると思うんですよね。キヤー、忘れとった、忘れとった。それなんかいい感じに、オッケー、よいしょ、帰れ帰れ、いいね。これ芋っていきたいな。おー、エリバーバちゃん、バーバちゃんね。オッケー、いいよ、はい。いや、馬防衛嘘でしょってぐらい前だ。ファイブが来る、これラバ出せばよかったな、真ん中。とりあえずこんな感じで、割と好き勝手にやっとけば、いいよ、いいよ、いいんじゃないの。いいよ、いいね、いいね。てな感じですね。陸受けが豊富なんですよね。そう。で、今みたいにペッカとかには、バシバシ陸が、1,2,3,4 枚あるんで、まあ、ディガーは最後まで手札に持っておきたいですね。攻撃に一番つなげられるカードなんで、ディガー以外で、このディガー以外の3枚で受けつつ、もし必要だったら、バシバシディガー出しちゃいますね。あとは、陸受け温存したいとき、その工場と、あと、ゴーストというのがあるデッキとかは、その陸受けをなるべく温存したいんで、さっきみたいに俺が始まりに出したんですけど、半分ぐらいのユーノとか、そういうのには、なんだろう、早めにベビかインドラを早めに端前に出して、
そのユーノとかをね、溶かせば、陸がね、その分1枚温存できるんで、2周目のユーノとか、回転でね、相手が攻めてきても、まあ、ちゃんとね、陸系が残ってる状態になるんでね。さっきみたいに、その、半分ぐらいのユーノに、インドアとかで、ね、処理するのは割と、テクニカルな感じですね。てな感じで、今日やってったんですけど、そうですね。まあ、このデッキマジで強くて、多分、このデッキが、多分本当に相性悪いのは、トルネの、ライドラーの、ゴレあるじゃないですか。通称、インキャゴレって呼んでるんですけど、もう、インキャゴレが、きついぐらいですね。トルネライドラの、あれが、マジできついぐらい。でも、それ今、環境全然いないんで、そのね、ライトニングが若干流行ってるんですよ、やっぱ。その、ロイジェイとかね、ペッカで。なんで、そこら辺がちょっとやっぱきついんで、ライドラー、ライトニングが。なんで、まあ、いないんで、もう、結構トップですね。で、あとは、最近増えてるのが2級クロスですね。テスラとアーチャー入ってるクロスボウなんですけど、スケアイスピのね、あれなんですけど、あれに対しては、基本ラバー出さないで、やることがなくなったら、ゴブ折りを立てるか、あれですね、インドラかベビドラを後ろから出すって感じですね。で、クロス、相手がチャキって出してきたときは、防衛クロスには絶対にポイズンか、もしポイズンがねえなら、頑張って、このドラ、どっちかとラバーで攻めるか、どっちかで攻めて穴掘りをもうクロスに投げて、その中クロス絶対壊した方がいいですね。うん、なのでポイズンをむやみに打たない方がいいってのがありますね。あと、攻めクロスをした時は基本この5枚で俺は回すようにしてますね。受け方を知らないと絶対にクロスに勝てないんで、このデッキは。まずゴボウリとかを出し、ちゃんとね、縦付けとか、この5枚で、ちゃんとクロスにポイズン打ったりするっていうの。ほんとね、なんで俺クロスに当たってないのにクロスの解説してるかっていうと、結構いるんですよ。今の環境、クロスが。で、クロスに勝てないんですけど、どうしたらいいですかって多分なるんで、今ね、一応説明しておきました。ちゃんとこの陸の5枚で、このカードで受けて、ポイズンとタルババでクロスを削り、もしタルババが何かしらで受けられたら、ナイトとかね、アイゴレとかで受けられたら、クロスがちょっと残っちゃうんで、そういう時はディガーを飛ばすって感じで、この5枚で回す。で、やることがなくなったら後ろからドラかドラを切って、クロスを守ったら、後ろから切ったドラの前に、端前ラバーつけるって感じですね。ほんと、ケツラバしたら、クロスに満パンされるんで、やめた方がいいです、絶対。ってな感じで、今日はこの辺で終わりたいと思います。次の動画で、ドズさん風になった。お疲れ様でした。